日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。2020年に横浜 DeNA ベイスターズに入団し、来日1年目から素晴らしい成績を残した平良、オースティン選手。今季も主軸の一人として活躍しており、チームの勝利に大きく貢献していますよね。そんなオースティン選手ですが、今季で DeNA との契約が切れるため、オフにどうなるのか、去就が注目され始めています。戦力としては申し分ないものの、年俸が高く怪我も多いオースティン選手、そのため退団の可能性もあるそうですが、そうなった場合どこに移籍するのでしょうか。今回はそんなオースティン選手の去就についてご紹介していきます。冒頭で触れた通り、2020年から DeNA に加入し活躍を続けているオースティン選手、来日1年目から活躍しており、試合数は65試合の出場に終わったものの、打率2割8分6厘、20本塁打、56打点、OPS 9割6分9厘という成績を残し残留が決定。さらに2021年にはシーズン47試合目で、11球団から本塁打を達成するというスピード記録を打ち立て、7月には東京オリンピック野球アメリカ合衆国代表に選出され、オリンピックでは全6試合に出場し、打率4割1分7厘、2本塁打、7打点を記録。アメリカ合衆国代表の銀メダル獲得に貢献し、個人でも大会ベスト9に選ばれました。しかし10月5日の試合中に左ふくらはぎを痛め途中交代し、左ふくらはぎ肉離れと診断されたため翌6日に登録を抹消。この影響で規定打席には4打席足りなかったものの、シーズン通算で107試合に出場し、打率3割3厘、チームトップの28本塁打、74打点を記録。3年契約を勝ち取り残留します。しかし、2022年は怪我なども多く、38試合で打率1割台と低迷。昨年も怪我で22試合の出場に終わり、打率2割7分7厘、0本塁打にとどまるなど活躍できていませんでした。そして今季は一塁手に専念。開幕から主に2番一塁手として先発出場を果たします。しかし4月10日の中日戦で2塁打を放ち、2塁にヘッドスライディングした際に右ももを負傷し途中交代。雄太もも裏肉離れと診断され、翌日出場選手登録を抹消されてしまいます。その後5月10日の巨人との2軍戦で実戦復帰すると、14日の日本ハム戦で満塁本塁打を放つなど好調をアピールし、17日に1軍復帰。復帰後も主に2番一塁手として起用されていましたが、牧秀悟選手が負傷により離脱しており、筒香選手がベンチスタートとなった。5月23日の対ヤクルト戦では3年ぶりに4番で起用され活躍。チームの戦力として大暴れしていました。しかし5月25日の広島戦でアクシデントが発生。翌日の試合は先発からは外されたものの、長期離脱とはならず代打で出場するなど元気な姿を見せていました。交流戦期間中は自身ではバッティングの感覚自体は正直なところ、まだあまりいい気分はしないねと語りながらも、12試合連続安打を記録するなど打撃好調で、本塁打は全選手単独トップの5本を放ち、打点は3位タイの13打点を記録。交流戦終了後も好調を維持し、7月6日の試合まで22試合連続安打を記録。7月18日には故障によって出場辞退した筒香選手に代わる補充選手としてオールスターゲームに初選出され、そのオールスターゲームは23日の第1戦では先発出場し、初打席で先制敵地打となる初安打初打点を記録。24日の第2戦では代打本塁打を放つなど、ここでも活躍を見せました。しかし第2戦の9回の一塁守備の際にイレギュラーバウンドした打球が口付近に直撃して出血し、途中交代するアクシデントが発生。25日にチームドクターの診察を受け、右下顎の打撲と診断されましたが、その後に頭痛を訴え再度受診。脳震盪の疑いがあると診断されたことを受け、26日に脳震盪特例措置で登録を抹消されます。ただ8月2日の阪神戦で1軍に復帰すると、ここまで主に4番打者を務めていた牧選手が得点圏での調子を落としていたこともあり、この復帰戦からオースティン選手が4番打者として起用されるように、チームの中心選手としてここまで活躍を見せています。
トルフィッシュ。このようにチームには欠かせない存在となっているオースティン選手。そんな彼ですが、来季以降の去就について注目を集めています。球団とは2022年から3年契約を結び、4年目は球団オプションとなっているオースティン選手。そのため今季が事実上の契約最終年となっており、退団の可能性も十分に考えられます。もちろんチームやファンにとっては来季も残ってほしいという思いは強いでしょう。ただオースティン選手の年俸が3年総額8億5000万円となっており、成績だけ見ればこの金額でも問題なさそうなのですが、オースティン選手はご存知の通り非常に怪我が多い選手で、この部分が球団にとっても大きなネックとなっています。先日しましたが、オースティン選手が3年契約結んだ中でしっかり活躍したと言えるのは3年目の今季だけと言えます。手術により長期離脱を繰り返しており、2022年は38試合、23年には22試合しか出場していません。そうなると球団としても延長しにくい存在と言えます。もちろん単年契約での延長もありえますが、ここまでの活躍を見ているとかなりシビアに見て契約することになるでしょう。ただ能力だけ見れば間違いなく必要な戦力。仮に DeNA を退団しても引く手あまただと思われます。特に動く可能性が高いのが福岡ソフトバンクホークスでしょう。他球団の助っ人選手獲得がうまいホークス、2022年オフにはオスナ投手にガンケル投手を獲得しており、今季もトレードですが巨人からウォーカー選手が加入しています。日本一お金を持っている球団ともいえるチームなので、もしオースティン選手が退団となれば猛アタックをかける可能性は十分にあるでしょう。戦力として見てもホークスは今季圧倒的な力こそ見せていますが、助っ人外国人野手は全く活躍できておらず大きな課題となっています。特に右の大砲が山川選手しかいないため、もう一枠欲しいところ。その穴を埋めるために今季は戦術した通りウォーカー選手を獲得したのですが、そのウォーカー選手は現在2軍暮らし。言い方は悪いですが、彼をリリースして獲得に動く可能性は十分にあると言えるでしょう。もしホークスが争奪戦に参入すれば、契約内容や金額では立ち向かえるチームはいません。合理的に考えても移籍の可能性は十分にあるでしょうね。ただオースティン選手自身 DeNA に愛着を持っているようですし、そのまま延長する可能性は十分にあります。あとは球団がどう判断するのか、それに尽きるでしょう。戦力としては申し分ないものの、怪我の多さで素直に契約がしにくいオースティン選手、果たして最後にどのような結末となるのか、今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。